はい、えー、こんにちは。今日はですね、えー、コトロニクスさんのネットワークカメラ、IP、Wi-Fi、防犯、ワイヤレスカメラ、1080p、えー、200万画素で、双方向通話が可能、到体検知、暗視機能もついております、えー。スマホとタブレット、PC に対応しております。日本語説明書付きで、Android、iOS 対応の、今日はですね、えー、設定編、設置編を やっていきたいと思います。では、最初にですね、本体を出した状態ですね。ここに電源、アダプターを挿します。はい。こういったアダプターですね。まず、設置するときは、このアダプターを挿します。最初に電源を入れます。はい。で、しばらく待ちますね。ここに黄色いランプ。はい。イーサネットに黄色いランプがつくのを待って、はい。 えー、こういうふうにしばらく待ちましょう。その間にこのマニュアルで、えー、先にね、こちらのアプリをスマホに、えー、ダウンロードしてもらいましょう。iPhone、iOS、はい、えー、対応です。app store か Apple store か Google Play store で、えー、こちらコトロニクスと検索してら出てきますんで、えー、それがね、えー、こちらになります。Android の方がこちらですね。 でえー、これで開くダウンロードしてもらって開くを入れてもらえばこういったアプリがあ出てきますねはい、えー、こんな感じではいはいで、えー、今はい、えー、くるっと回ってね一、えー、回ね全体こう回りますのでそれが終わるとですね次の設定に行きますまずねここここ,ここにね え、フィルムが貼ってあるんで、これを取らないとボケますんで、これを取ります。フィルムを取ります。で、え、ここが焦点距離になっていますので、え、被写体が遠いところを取りたい場合は、こちらを回して、焦点距離を自動で合わせてください。ここをね、自分で合わすと。うん、大体合ってるんですけど、ドンピシャのピントを合わせるには、こちらで、こう、はい、指動でここを回すと、距離、えー、ピントが合いますので、 合う位置を、この、こちらのモニターを見ながらあ、設定するといった点が注意事項ですね。はい、ここがあ、まあ、イーサーネットランプがつきましたね。で、後ろ、ここ、SD カードは自分で用意してください。ここに保存用のマイクロ SD カードを入れるようになります。まあ、ざっとね、えー、設定方法。まず、こちらのアプリを入れるということでね。で、カメラを追加するを選んで、アドミン、アドミンって最初から入ってますんでね。 アドミンっていうパスワードが出てきますんで、はい。えー、そして、あとはですね、順番として、カメラ、えー、次は、その、ネットワークの設定ですね。Wi-Fi からネットワークを設定するという風になっております。非常にこの通りにやればね、赤枠の通りとここの説明文を読みながら行くと、簡単に設定することができます。長くなるんでね、この説明は、あまあね、 置いときます。で、えー、PC に入れたい方はこちらに専用の、はい、えー、CD-ROM が入っておりますので、今日は PC の設定の仕方っていうのはしません。はい。えー、詳しい方はこの PC。えー、全部ね、内容は日本語の説明書が、こちらのメーカーさんのね、コトロニクスさんのメーカーさんのこちらに詳しく書いてあります。はい。で、あと、アプリを開きます。あのー、 必ずね、Wi-Fi の設定、家庭内の Wi-Fi のキーを入れて、はい、Wi-Fi と繋いでください。その時ね、電源を入れて、こちら音がします、えー。どういう音だったかなそれも設定したんでね、キンコン、キンコンってずっと音がしますんで、あと Wi-Fi のパスワードを入れて、えー、スキャンするとね、えー、しばらく待つとこう、ダウンロードみたいにバーが出ますんで、えー、それが全部終わると音が変わります。はい。 その音が変わったところがもう完全に設定されたということになります。はい。え、もしも失敗した場合はもう一度やり直してください。そういったわけで、え、このアプリ開いてみます。で、今、カメラ切断になってますんで、はい。ちょっとカメラを接続したいと思いますね。はい、オンラインになりました。はい、オンライン。ここがオフラインになったらダメですよ。オンラインになっているところでカメラ。 オンにします。すると、こういうアプリが立ち上がります。ちょっと反射しますけど。はい。今、向こうの方に向けてます。ピントはここで合わせます。ジャスピンにここで、はい、えー。ジャスピンのピント、これを見ながらね、一番いいところ、自分が狙ったところのピントが、ドンピシャくるところをこう合わせるんですよね。はい。モニターで一番あのピントが合うところを、遠いと近くで変わってきますんで、はい。はい。これで時計がくっきり見えましたんで、はい。 こういった感じになります。ちょっと反射しますがね。ごめんなさい。はい。えー、こういう感じですね。はい。で、えー、これで動きます。こんな感じですね。部屋の全体をお見せしますけどね。あまり見せたくないんですけど。こういう感じで、はい。動いてるのがわかりますカメラ。こっち側から見せましょうかね。はい。モニターと、まあ、こっちが映り込んでますけど、ごめんなさい。はい。カメラ見ててください。これで、こういうふうに、えー、遠隔で出先から、 はい。えー、角度を変えて、はい。簡単にね、変えることができます。今、上に向けました。はい。えー、PC ですね。はい。もう、どの方向にでも動きます。はい。で、はい、これ下です。上です。はい。下です。こんな感じで。はい。はい。 非常にね、画質もいいです。で、画質はここで選ぶと、高精細と普通の高速というのに選べます。高精細にすると画質が上がります。でも、ネット環境によってね、あの、隠つく場合は下にした方がいいと思います。あと、ここが録画モードですね。で、これがカメラで撮影ができると、これが音声ですね。あ、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 こんにちは。こんにちは。 はい。こういうふうに聞こえますね。切りたいときはこうです。双方交通はもできます。あ出先からね、えー、会社に行ったパート先から、まあ、昼休み、えー、子供さんの夏休みの様子でを見て、ここから指示が飛ばせるといったものです。どんなやり、あのー、方法もできますし、えー、向こうね、えー、下手なね、えー 警備会社のカメラとかつけるより自分で簡単につけれますんで。はい。値段は5,500円。コトロ、トロニクスさんのネットワークカメラです。簡単に設置できます。ちょっとね、えー、こういうスマホとかの設置、設定とか、Wi-Fi の設定が詳しい方はもうあっという間にできますんで。はい。おすすめのカメラですね。こんな感じで今映っております。ちょっともう一回くるーっと回ってカメラを見といてください。はい。画質です。はい。 ちょっとこちらが反射してるんでね、ごめんなさいね。こんな感じで非常にスムーズに動きます。はい。上方向です。下。はい。この上下を間違えないように。はい。で、ここでですね、ミラーと、はいえー、フリーが切り替えられます。はい。ミラー画面にするのが、 はい。ミラーにすると、ミラーに変わりました。反対になります。で、もう一つと、元の、はい。あとは、もう、この辺の機能はね、ズームとかはこれできませんので、ズームは別の、はい、ものですね。ここは、はい、えー、設定とか、配、は、置、い、調整とかできます。で、これで電源を切ることもできるといったものです。はい、えー。最終的に最後、遠くから遠隔操作で、はい、このカメラを自分の方に向けたいと思います。 はいこうです、ねはいはい、そういったわけでね自分が映りましたけどねはい、えー、こういった感じで終わりたいと思いますあんまり部屋の中見せたくないんですけどね はい。そういったわけで、本日はカメラの、はい、えー、IP カメラあ、設定してみました編ですね。はい。皆さんもね、ぜひ簡単に設置できますので、はい、えー、ぜひお試しください。こんな感じで簡単にコントロールできます。はい。そういったわけで、終わりたいと思います。今日はあ、コト、コトロニクスさんのネットワークカメラ、IPWi-Fi 防犯、 ワイヤレスカメラのご紹介でした。設定編でした。では、またでーす。さよなら。